こんにちは、2ちゃん放送局です。今日紹介するスレは2ちゃんねる民の人生積んだ部です。人生人それぞれですが2ちゃん民の人生を覗いてみましょう。それでは早速ご覧ください。2ちゃん人生積んだ部。おるか？コミュ障には絶望しかないんやなって。Y は発達や、仕事以外は問題ないけど仕事が絶望的にできん、せやから生きてく術がない。お前働いたことないだろ、そんなコミュ力や話題なんてそこまで重要じゃない、みんな自分のことしか興味ないよ。学生まで友達も彼女もおってそこそこ充実してたけど社会で手を合った、今は孤独なニートや。仕事は普通やけど友達も彼女もおらん、これもう緩やかな自殺やろ。Y の逆やな、仕事だけできんわ、コンビニすら外国人より使えん。バイトすらできへんのか。コンビニも飲食も工場も塾講師も一通りやったけど全部無能であかんかったぞ。Y かな、バイトは余裕やったのにな、会社員無理やった。Y はバイトすら無理や、勉強はそこそこやのに仕事やと全然覚えられん。コンビニはレジ打ち品出し遅くて首、塾は生徒と仲悪くなって辞めた、ちなプライベートでは友達彼女いた模様。何歳？ 27。自民って学歴は良いわずなのに社会で手から積むやつ多い印象。発達の特徴。ガチの発達は大学でれへんで、入学できても発達の人が無事卒業できる割合 5% とかやで。Y は6年かけてギリギリで卒業したわ、1年ぐらい途上国遊びに旅してた。社会に出てないから積んだ。生子大事やけど毎日一人遊び楽しいから積んでる意識ないな。正社員3回したけど2回バックで1回はクビにされた。むしろ、社会出てからの方が学生自体つまらなかったやつは使える金多くなって面白いんじゃないかね。陽キャグループの末端みたいなやつが一番きつそう。学生の方がみんな金ないからその中で楽しめてた。バイトすらできんから金稼げん。苦学生 Y はこれ、大学時代仕送りしてもらって悠々自適な生活してたやつには地獄なんやろうけどな。記憶曖昧なこと多すぎてすぐ適当なこと言うからリアルでも嘘待つや。マジで早く DI の時代来てほしいわ。働くこと自体向いてない。組織に向いてないんだよな。だから仕事含めチームでやることすべて無理。趣味でやってる絵とかパソコンはそこそこ得意。ほんまそれ、働いてる時間そのものが無駄としか思えんから何の意欲もわかん。ほんで工場とかコンビニでバイトしてるとワイのこれまでの人生は何やったんやと虚無になる。なおそこも無能でクビになる模様。というか君はつく仕事が悪いんやないの？サービス業とか工場なんかは一般的な社会の流れ通用しないやろ。会社で働く限りチームやん。そうなんやけどね、なんて言ったらええんかな、自分がどう振る舞うかってのが職場内ではそれぞれ大きく違うでしょ。元を正せばサービス業と工場での会社内の連中はおまけやん。従業員と過度に仲良くなりたいなら知らん。職場の人間と仲良くなったことない。プライベートでは友達そこそこいたのに。やから職種にもよるけど学生時代みたいな、めちゃくちゃ仲良くなれる人ってのは社会人ではないんやって、みんなそれぞれプライベートあって会社外で仲良いやつなんかいるんやから。それは理解しとるけど職場のやつとどういう距離感でいればええかわからん。どこ転職しても上司に嫌われるわ。君が温度差感じてそう捉えてるだけやないの？社会人なんか他人に興味ないし面と向かって嫌う労力もだるいのに、陰口なら確かに多いけど。そもそも仕事覚えられんと嫌われるやん。嫌われるから教えられなくなる、居場所なくなって辞めるの繰り返しや。仕事できないやつはゲロ扱い当然、雑魚と関わりたいやつはいない。ほんと成人も神もこの世にいねえ。しょうもないかすげろうんこ。マジで理解できんのやけどさ、仕事だりーめんどいとかお前ら言ってるやん。なら別に仕事できないやつがいてもどうでもよくないか。会社がどうなろうが顧客にどう思われようがどうでもええんやろ。負の性欲がうんたらかんたらってツイッターで言われてるあれだよ。俺も仕事嫌いじゃないからやる気はいっぱいだし、いくらでも残業する覚悟はあるけど、そんなもんじゃゴミカスどもの誘引はくだらん本能。あれは弱肉強食のもはや実の肉弾戦能力以外ない。そもそもスレタイは無能うんぬんやったな。仕事できなくて遠ざけられてるならもうしょうがないわ。会う仕事見つかるとええな。スレタイやないわ、一気の話や。バックレってなんでや、爆弾量産したんか。無能すぎて居場所なくなってバックレの繰り返し。はえ、1年目で辞めちゃうんか。1ヶ月経つ頃にはヤバいやつの烙印をされてる。社会に出てダメなやつは学生時代も気づかなかっただけでカスやったんやろ。周りがうまく流して合わせてくれただけで。少し違う、学生の頃は責任ないから変なやつでも許されるんや。恋愛とか友情に責任ないやろ。せやから彼女とか友達はいた。社会人っていうほど責任ないやろ。学生の時と違って周りは親身やないけど。仕事上の関係ってのが気づけんのや。友達みたいに仲良くなるのが目的でもないし適切な距離がわからん。Y 発達、勉強より仕事の方が好きな模様。バックでよくできるな。30回ぐらいしてるけど一度も問題なってない。いろんなとこの制服持ち逃げした。人生長すぎるよな。飽きてきたわ。
大学で転職氷みたいな底辺行くやつ生きてて辛くないんかな。Y みたいな発達はどこ行っても無能やからどこ行っても同じや。最近悪夢がひどくてな、楽しいことがあったら必ずと言っていいほどヤバい夢を見る。友人や家族を殺したりする夢、しかも目覚めた時はシラフだからすごく気分が悪くなってくる。今日は猫を踏みつぶす悪夢にうなされてた。猫好きなのに。発達だから仕事できなくて辛いわ。一回やめて好きなことした方がいい。もう会社員は諦めてる。糖質とかになるかもしれねえなーって思ってる。随分前から被害妄想がひどくてやばいわ。年が明けたら障害者雇用目指そうと考えてる。それか作業所。最初からわかってる外事の方がマシや。社会出るまでなんとか普通を保って、社会出た途端地獄に突き落とされるのほんまきつい。永久に酒飲んでる。コン壁殴りすぎて右手骨折したかもしれん。もう無理、外事すぎて試験全部失敗してる。隠蔽か許容できないの報告してるだけ。帰国魔社会不符合者やったがおっさんになって治った。街中で働いてる人見るだけで死にたくなる。なんか自分だけ居場所ないみたいや。まあないんやけど。カスヤリマンマンコジジイともにバカにされてるのわかってるし、外事すぎて優しさにもうまく対応できん。学生の頃までは彼女も女友達も男友達もいたのに社会出て全て失った。小学低学年の頃からいじめられて高学年には引きこもりの Y 忘れてやったな。 Y もいじめと家庭内環境最悪のコンボや。社会に出られずに積んだ定期。昔からの引き伸ばし癖が治らんで、やるべきことを期限ギリギリまでやれんわ。やり始めればなんともないのに。わかりすぎる。まあいやが本当にダメってわかってるんだけどな。 Y やんけ、いつもギリギリになる。もう30過ぎたのに未だに学生時代の夢ばっかり見とるぞ。俺の幸せは人とわずかにでも携わり続ける限り得られない。滅びろ人間を例外。Y はいつかとんでもない間違いしでかすんやろなーって思ってしまう。誰か Y にフールプルーフしてフェイルセーフ組み込んでくれ。なんか人から求められたことできないしやる気でないんよな。趣味で書いてる小説とか漫画とか徹夜で集中できるのに、仕事で頼まれたこととかギリギリまでやりたくない。受験勉強は普通にしたけど宿題とかまともに出したことない。高校生くらいまでは無敵の優等生やったりするから立ち悪いよな。仕事ができなさすぎて辛い。5チャンネラーネット民の誤解してることとして、コミュ力とかいろんな話題持ってた方がいいというのは明らかな嘘。逆に社会人として分かったことは、職場でみんな興味があることは結構バラバラ。基本自分の趣味以外は興味ない。たまにテレビの話題や今やってる映画や休日何してたぐらいで、そんな話題持ってなくても自分の興味のあることしか持ってなくても全然コミュニケーションは回るし不自由しない。ネット民の言うことはむしろデマ。そういうこと気にしてる人ほど無職やニートになりやすい。発達のやつって自己愛こじらせて変な行動取るよな。そんで後で間違いに気づいて精神が少し成長する。健常の10年遅れで。Y も社会出てメンタルボコボコになって今生ぽや。現から給料14万とかだったし、もう一生これでいいわ。社会出るだけマシや。幼稚園の時毎日まだ眠いのに起こされて、窮屈な制服着せられて、テレビ見てたいのに家出されて、バスに乗せられる生活は嫌だと思ってたのは間違ってなかった。大学までが我慢の限界だった。最近ジョーカーの報いを受けろ。のシーンだけ永遠と見てることある。人生積んだと思ってたけど、長距離のトラックドライバーになったらなんとかなったわ。コンビニバイトすら無理だったのに。Y のこと発達とバカにしてきたと、もムカついたからそいつの写真プリントして街中にばらまいたことあるわ。泣きわめいて訴訟騒ぎになったけど結局和解した。発達っぽいやつは大企業とか公務員目指すべき。仕事できなくても給食繰り返しながらしがみつくのが最適のキャリアっぽいな。そんなメンタル普通のやつはないぞ。Y もやけど学校の勉強だけできて仕事無能なタイプの外事ってなんなんやろな。発達ってやつか。ASD や。世の中には天才秀才ってのがガチでおるからな。勉強は我律ともで頑張ればどうにか追いつける。勉強、筋トレ、創作活動、こういうソロ行為は得意なんやがな。チームプレイが入る事象は全てダメや。誰からも触れちゃいけない人扱い。本物と偽物はわけが違うって、本物の風格見せつけちゃってすまねえな。雑魚発達やくとも、もっとも触れられたところでゴミみたいな返答しかできねえんだけどな。手取り15高卒、田舎底辺、社畜、今飯、辛。新卒で内定得たものの内定取り消しされたで。そっから精神病院に入退院繰り返して、気づけば37歳生ぽや。精神病院行って多分発達だけど薬とか発達確定できないですって言われたのに、 IQ テストの結果が良くて気を良くして、じゃあいっすわ頑張りますとか言っちまったんだ。本当間抜けよな。マジ革命戦争起こせばよかったか。音精神病院。 Y はもう会社で働くのは諦めたで。3回正社員やってバイトも20回以上して自覚した。
俺は他人に関わればボロが出てゲロかすって知ってるからなるだけ関わらないようムーブしてるけど、43にしてそれを知らんからサンドバッグ状態の悲しきジジイがいるから若干ヘイト減らせてるだけでめっちゃ嫌われてるの分かりすぎ。フィーバー皆殺しないと、ゴミ小人とも簡単に首へし折って殺せるんだぞって分からせて。新しい場所で働いても数日で割とでかいミスするし、もう根本的に社会で生きていけんのやろな。自分が無能だって知れたのが社会で得た唯一のことやわ。あまり人と関わらなくて良い仕事をすればなんとかなるよ。そんなものは YouTuber か創作活動ぐらいしかない。トラックドライバーおすすめ、特に長距離、ほとんど一人だから良いよかなり。ここにいるのは発達障害多めやし、よそ見運転で人殺して余計人生積むからそんなん進めんなや。自分も広汎性発達障害だよ。あと軽い自閉症&うつ病持ち。だけどなんとか働けてる。俺精神不安定の頃、消化器内科で精神に異常あるかもと、自己申告したら若いのにまだ大丈夫だよ薬も精神安定剤はいらないと言われた。今はなんとかやれてるが薬漬け並んでよかった。振り込まれた給料30万をあっちこっち返済で振り込んでたら残り7万なんやが、まだペイビの支払い4万もあるしきついんやが。学生時代に彼女作ろうと努力すればよかったわ。一生愛は独身かもしれん。マジで単純労働しかしたくない。調整業務とかマジで無理や。今の部署が向いてなさすぎる。今年度で移動っぽいのが唯一の救いや。Y 一般職郵便配達、スキル何もなくて転職で積む。自分は工場から始まってパチンコ屋、スーパー、コンビニ、工事現場と全部全然ダメだったのにトラックドライバーになって8年目や、ドライバーはおすすめ。マジで普通の会社じゃやっていけないからドライバーやりたいわ。けどペーパーやから中古車買ってから運転慣れてから中型免許取るわ。別に中型じゃなくても普通免許でもドライバーはできるよ。2トントラックでの配送とかあるし。ゴールド免許じゃないから無理やな。自分はブルー免許だし、追突事故も起こしたよ。だけど続けてるよ。あんま詳しくないんやけど4トントラックがやりたい。最低でも月収手取り30は欲しいんや。転職サイトで調べれば給料の良い会社あるよ。ただしきついと思うけどね。特に夏はきつい。40度近い中でのバラの積み下ろしが。YMT の商用バンくらいなら運転できるけどその程度でもいけるか。MS オンの配送とかやってみたら、探せば仕事はたくさんあるよ。てか仕事できないやつを嫌う理由ってなんや？ピリピリしとるやつより仕事できんおっさんといた方が気が楽で楽しかったんやが、別に会社がどうなろうが知ったこっちゃないし。仕事してないできないクレームまみれのおっさんが年収1000万で、馬車馬のごとく働かされとる Y が年収600万ならやっぱ同じ職場におるとイラッとするで。そのおっさんがバイトなら、それやったら仕事できなくても気にせんわ。仕事できない奴の人間性がまともなわけない。人と会話できんし瞬発的な判断でいらん嘘ついてしまう。Y 仕事できんけどプライベートでは友達も彼女もいたし合コンバーベキューみたいなのもしてたで。本当にか、ピエロ以外でか、本当は仕事できるとか文化嘘まみれとかじゃなくてか。マジで仕事になると何もできん。チームプレイが無理無理かたつむり。やからスポーツも個人競技しかできない。恋愛は1対1やから。IQ150 くらいありそう。裏切り者帰れ。マジトラック運転手羨ましい。ヘルニアとか大丈夫なんかな。俺ドライブめっちゃ大好きだけど AT なんだ。いつも牢獄の中から掘る休みのみ外界に思いを馳せて羨んでるんだよ。仕事めんどい嫌いっていうやつに限って仕事できんやつ嫌うよな。仕事どうでもええなら別にええやんと思う。働きたくないんやなくて働ける場所がないが正解。こんなこと言っても多分無駄だけど、おそらく働かなくても生きていける時代はもう終わるよ。まあこの世は所詮弱肉強食だからな。組織化なしで全員で武器なし殺し合いさせてくれ本当に。アンチオツ、普通は学生時代に積むよね。雑魚が、勉強くらいできるんだよ。あんなの反復記憶なんだから努力さえすれば、親や環境に強いられたちょっと高度な仕事は努力じゃどうにもならん。そうか悲しいよな。Y も辛いわ。20高卒ニート友達で。勉強なんかソロ行為やからな。知的障害なければ別にそこそこにはできる。友達ゼロとか最低条件だろ。そもそも距離感がわかんねえ気弱だからもしかしたら相手がそう思ってないかもしれん。って思って友達認定してないやついっぱい。誰か友達になってくれるやついる。じゃあ2期友達になってや。新卒やけど査定良くて他の同期より多めにボーナスもらえるわ。Y って意外に仕事できるのかもしれん。彼女いない歴年齢同定やけど。ゴミムーブに反省会で大下ボ、忘れようとして酒飲みまくり大下ボ、二日酔いで仕事中に大下ボ、昼ご飯最悪な環境で精神に大ダメージで大下ボ、己の仕事できなさに絶望し大下ボ、一日一下ボくらいしてから己の無能語ってくれよな。結局は仕事を楽しめるかどうかで、楽しむためには自分が何を好きなのかを理解するしかないんだよな。一人でやる仕事が好きならそういう仕事を作るか作ってくれる人を探すしかないんじゃね？今の世の中顔合わさなくても仕事はできるからチャットなりで対面せずにできる仕事作れるだろ。
仕事嫌いじゃなくても人が俺の働き様見てるだけで、俺とすれ違うだけで、俺と使いたいもの共有してるだけで相手に迷惑かけて心病むわ。コンビニバイト時代はど田舎だから手取り12万とかだったんだが、長距離トラックに転職して手取り30万以上もらえた時は嬉しすぎてヤバかったわ。頑張れば報われるよ。後半性発達障害でも報われるよ。あらゆるものに対してのやる気が全く起きなくて、手取り14万のゴミカス企業にずっと勤めてるのは何なんや？やる気を出す方法を教えてくれ。発達だから日常から離れられないかもしれんな。多分違うことしたいっていう日が来ると思うから、そこで強い心持ってゴリ押すしかねえな。トラックいいなぁ。本当に羨ましい。なんかしょうもねえわ。3年は最低とかくだらねえわ。ちなわいコロナになってから一度も仕事以外でマスクしてないし、ワクチンも打ってない。この辺からもう周りと感覚違うんやろな。親とか上司の意見突っぱねてぶっ飛ばして免許取る心意気が必要だよな。あと情報収集、どこの県のどの会社に就くか、関西東北北海道走りてー。お前は他人の目やルールを気にしすぎじゃないか。別にお前の人生なんだから好きに生きてよいだろ。一人で生きてくなら最後の手段として生保もあるんだし、気楽にやりたいことに挑戦していいだろ。金は良いし仕事も嫌いじゃない。だけど人間と無能な俺が嫌いなんだ。人間さえこの世にいなければ俺以外かもしくは自分自身、あとこうやって否定ばっか。特にすげえ勇気が必要で、ここ離れたら二度と戻れんっていう大一番は特に。発達って姿勢悪いから腰痛めそう。学生時代は変なやつでも、お前おもろいなって言われて仲良くしてくれるやついたんや。社会出てからただの無能で居場所ない。これ、ピエロなんてくだらんと一周されて終わり。人間は弱者を集団でいじめる弱肉強食を同種で体現する恐怖かき生物なんだから。学生時代の友達全員連絡先消したわ。親友も含めて消した。Y だけ違う世界に生きてて居場所ないから合わせる顔がない。仕事忙しくて週末は寝るだけや、何か趣味に没頭して誰かと話したい。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価、よろしくお願いします。